今日ここじゃけテレビ映るかもしれんよ。焦った、全然見とらんかったわ。関西に乗ってこのマスタースタジアムに来る人もいるんでしょうね、何人か。バックスクリーンの裏にようこそときめく広島へって書いてありますから、まあ、あれを見ると帰ってきたなっていう感じがするんですけど、よそから来る人は来たなっていうことになるんでしょう。全然お客さんもいなかったんです。今もいないんですよ。気の早い人がどんどん来てる。気の早い人がってね、僕ももっと早く来てたくせに、自分が一番気が早いくせに、勝手なことを言ってしまうんですけど、おそらく今日も1万6000人予想されるんで、まあちょっと球場も取ろうかなって思って早く来たんですけど、もう取れそうないですね。僕同様気の早い方々が結構いるんで、はい、まあいうようなことで、まあ、もう少し撮ってから終了にしようと思うんですけど、まあ近年なかなかチケットが取れないっていうこともあって、まあ、このコロナ禍で、まあ、1回発見したチケットを全部回収をして新たに売るっていうことになって、まあ、売り方も今までとは違うような売り方をしてるんで、まあ、それでまあ買うことができました。今年はもう一回11月に来るんですけれど、まあちょっと鉄道とか野球とかと離れてちょっとあれなんですけど、やっぱり平和がいいなって思いましたですね。何もないのが一番いいですね。安心安泰平和、というようなことでですね、本当に僕同様気の早い方がゾロゾロでもないんですけどね、やってきてますんで、この辺りで動画は終わりにしようと思います。どうもご視聴ありがとうございました。Thank you.
いや、ここはいいとこですね。新幹線に貨物に在来線に、まあ、元ヤード跡地ですからね、国鉄の。まだ2階席しか客席入れないんで、よくテレビで見てるとホームランがこの後ろ側のネットに当たってると思うんですけど、これがそれですからね。これは矢賀の車庫から行く分ですかね。スマートフォンのズームなんか見えないのですぐ諦めてしまいましたけど、まあ、おそらく東京行きなんでしょう。東京行きののぞみになるんだと思います。セブンができたのを忘れていました。仕事で別件で全く違う用事でこの辺に来た時にできてるなと思ったんですけど、すっかり忘れてました。左前方のちょっと白い建物は屋内練習場ですね。持ってるってストルは、いうようなことですね。そして飲み物のペットボトルとか持って入れないので映すとこがあるんですけど、誰もいません。
感じなんですよ、こう横も。このマンションに住んでる人はいいですね。球場も近いし、JR も近い、新幹線も見れる。お高いんでしょうね。まあ、ちょっと一旦止めたいと思います。皆様こんにちは、こんばんは。四軸的心です。今日はマツダスタジアムへ来ています。もうここ3年チケットが取れなくて来てないんですけれど、まあ、いろんなものが出来上がったりマンションができたりしています。これレリーフがありまして、年別のメンバーと成績があるんですけど、昭和25年8チーム中8位、勝利中2割9分9厘、次の年3割3分3厘、3割1分6厘、ほとんど打率です。もうちょっとゆっくり行った方がいいですかね。初めて A クラスが1968年。後の名監督、上田俊治。広岡達郎、関根純造、すごいメンバーですね。そして初優勝、ルーツ監督が退団しましたので、72番小葉コーチが監督に昇格して、優勝と。その後が1353111、1979年江夏の21球ですね。とまあこの後もずっと進んでいくんですけど、ここら辺は1とか2とか3とかって強いんですけど、この後が46323、がだんだん弱くなっていくときですね。ここから1998年からですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15年連続 B クラス。そして3連覇があって、頑張ってほしいものです。新幹線も通ってて駅が近いですからいい環境です。まあ、こんな感じですね。で、永久欠番の方々、過去の栄光と過去の屈辱と
まあとりあえず今日頑張って買ってほしいものです。